クロロコックムメは、緑草植物門緑草綱の目の一つ。伝統的には、不動性かつ、非市場性の緑草類のうち、顕著な寒天出被膜を形成する、四つ目も類を除いたものをおおよそまとめた目であり、多様な種を内包していた。現在では、かつてクロロコックムメとされた多くの種は、他の目へ移され、最新分類では、クロロコックムメそのものがなくなっている。現在、 かつてクロロコックムメとされた多くの種は他の目や綱へ移されている。例えば、アミミドロカやイカダモカは横アミドロメクロレラ等はトレボークシアズナへ移されている。また、クロロコックムメでは栄養細胞の分裂が見られない。古い書籍ではクロロコックスメとする記述も見られる。最新分類ではクロロコックムメそのものがない。ここではアミミドロカ、イカダモカ、 クロレラ類等を含めないような最新分類直前の一例を示す。クロロコックムメクローレコックルズハットバイオディバーシティシリーズ総類の多様性と系統、千原光夫、昇華某、1999年。ありがとうございます。